上野公園の北側を出てすぐにあるこの瀟洒な洋館、国際子ども図書館は日本で唯一の国立の児童書専門図書館です。所蔵している児童書のみならず、この建物が目的の大人の来館者もとても多いそうです。その魅力に迫りましょう。国際子ども図書館広報係の福井さんにお話を伺いたいと思います。福井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず外観、驚いたんですが、とても豪華な洋館ですよね。はい、こちらの建物はレンガ棟と呼ばれていまして、明治39年に帝国図書館として建てられたものです。明治期を代表するルネッサンス様式の洋風建築として東京都の歴史的建造物にも選定されています。実は正面から見て左側のブロックは昭和4年になって増築された鉄筋コンクリート製で、よく見ると壁面もレンガではなくタイルが貼られています。建物の中もご覧のように当時の雰囲気や建材をそのままに残して改築されています。まずは1階の子どもの部屋からご案内したいと思います。はい、お願いします。本棚が丸いんですね。はい、お子さんが本を探しやすいように配置にも工夫をしています。また天井は光天井といって、天井すべてに照明が入っているので、部屋のどこで本を広げても影ができにくくなっています。本当だ、これは読みやすいですね。お隣の部屋はぐっと照明が落ちて、なんだか雰囲気が違いますね。ここは世界を知る部屋といって、世界の国や地域を紹介する児童書や外国語に翻訳された日本の絵本などが置かれています。またこの部屋は明治時代には貴賓室 VIP ルームとして使われていました。天井の凝った漆喰装飾をご覧ください。コテという工法で職人がコテを使ってフリーハンドで仕上げています。さらに明治時代の木材を修復再利用している床板は欅、花輪、黒炭を使った寄せ木細工になっています。お部屋自体も作品のような贅沢な空間なんですね。はい、1階には他に小さなお子さん連れの方がご利用しやすいように休憩、飲食、授乳スペースも用意しています。読書に疲れたらこちらで一休みできますよ。階段の吹き抜けもとても素敵ですね。こちらは建設当時のままなんですか？はい、手すりは100年以上前の明治時代に作られた鋳鉄製のものです。アメリカのカーネギー社から輸入されました。しかし現代の安全基準に照らすと低すぎますので、平成の改修の際に内側にガラスの手すりをつけました。天井のシャンデリアをご覧ください。こちらは館内で唯一明治時代に使われていたものをそのまま使用しています。私たちは100歳のシャンデリアと呼んでいます。戦争や震災からも逃れた貴重なものですね。こちらは児童書ギャラリーといって、明治から現代までの子どもの本の歩みをたどることができるお部屋です。このお部屋でぜひ見てもらいたいのがこの柱です。形を見て何か気づきませんか？少し曲がっていますか？そうなんです。こちらの漆喰化粧柱は鉄骨の柱の周りに細く裂いた竹を張り、その上に麻をかぶせる竹小舞という日本の伝統的な技法が用いられています。このため竹のたわみにより柱の中間部に微妙な曲線が生まれ、立体感のある仕上がりになっています。2階の廊下に出て驚いたのが、向かいにあるあの近代的なガラス張りの建物、あちらも国際子ども図書館なんですか？はい、あちらは去年6月に完成したばかりのアーチ棟です。緩やかに弧を描く建物で、講演会やイベントを開くスペースが作られたほか、
国立国会図書館の児童書関連の蔵書を利用できる資料室が児童書研究資料室として新設されました。また新たに65万冊規模の書庫も増設されました。本にとって一番良い温度22度、湿度 55% に保たれています。はい、3階の100歳のシャンデリアの下に来ました。本も建物も大切に守られている場所なんですね。他にも紹介しきれなかったところがたくさんありますので、ぜひ実際に来館してご覧になっていただきたいと思います。10月25日からは国際子ども図書館の蔵書からこんにちはイタリアが行われています。イタリアの魅力あふれる表現の世界をお楽しみください。福井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。